第32回目のエスペランス TV です。最初にウルグアイに行っている古川伸久選手のニュースです。先週の土曜日にプロの試合の前に前座試合がありました。大観衆の見つめる中で1得点を決める活躍をしました。ビデオどうぞ。Tapón un palo, despacio. De nuevo, muy bien. ¡Gol! Estoy mirando hacia abajo. ¡Vamos, suelta! すごい活躍ですね。試合後に、たくさんの人がサインをもらいに来ました。のぶくんすごいね。これからも皆さんのぶの応援をお願いします。続いて先週末に行われた試合です。僕の将来の夢は日本だけではなく海外でも活躍できる選手になりたいです。僕が好きな選手はスペイン代表のフェルナンド・トーレス選手です。今まで、育ててくれた家族に感謝言います。これまでわがままもいっぱい来たし育てるのも大変だったと思うけど、今まで育ってくれてありがとうございました。ただいまニュースが入りました。エスペランサジュニアユース1年生のアルブルディエゴくんがセントラルトレスに合格しました。おめでとうございます。Your praise, I will lift your name. I'm glad to give you all to see your kingdom.
レッスンコーナー、イエーイ。今日は年齢を尋ねるやり方法と答える方法をお勉強します。オラオラ、メジャーカオリロジョーメジャーマナオミ、コンタナニョテレス、ショーテンゴテレセアニョ、ムチョグッド、イワルメンテ。今回のフレーズは前の復習が少し入っていました。覚えてましたか？途中で私がワントアニョフテレと聞きました。これはあなたは何歳ですかと尋ねる文です。私は聞かれた後に私は13歳ですと答えました。そして私がムチョグストン、よろしくお願いしますと言いました。それで私はイバルメンテと答えて、その意味はこちらこそよろしくお願いしますと答えました。それではここで20から100までのスペイン語の数字を覚えましょう。20 30 40 50 60 70 80 90 100。ここで何十何人という数字の言い方について説明します。基本的にベインテやベインタの後にイ、ウノやイ、ドーズのように数字を足していきます。ですがベインテの時には言い方が少し変わってベンチ、ウノ、ベンチ、ドーズという言い方になります。オラ、コモエスタス、ブイディアス、クワントスアニョステネス、Yo tengo 40 años. Yo tengo 15 años. スペイン研修までだいぶ暇なくなってきました。皆さんぜひ練習して覚えてくださいね。今回のスペラス TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね、バイバイ。疲れるから上見ちゃえばいい。何言ってるか分かんない。どうやってやるの、お前伸びる。痛い。